ベランスにエールイ・バラゲールは、スペイン・フィゲラス出身の数学者。1912年に、カタルーニャ地方のジ郎な県、フィゲラスに生まれた。重度の身体障害を持って生まれ、常に車椅子に乗って生活した。父親は、バラゲールが2歳の時に亡くなっている。バラゲールと、母親はやがてバルセロナに移り住んだ。主治医は、バラゲールを、 過度のストレスにさらすべきでないと助言したため、学校に通ったことはなく、家庭で母親から教育を受けて育った。まずは、天文学と物理学に興味を示し、やがて数学に熱中するようになった。バラゲールは、自力で論文を執筆することができず、バラゲールが口実したものを、母親が聞き取って、論文を作成した。1938年には、 フランス人数学者のジャック・アダマールとコンタクトを取り、バラゲールが執筆した論文が世に送り出された。1955年には母親が死去したため、今度はバラゲールが口実したものをいとこが聞き取って論文を作成した。1960年には修士号を取得し、2年間の学生生活の後に博士号を取得した。その身体的制約のために、 その業績に見合った社会的地位につくことは困難であり、経済的に苦しい時期もあった。数理科学、医学、自然科学評議会が彼を会員に加えたのは死去の18日前である1967年12月9日のことだった。同年12月27日に死去した。いとこのマリアイマリアダルスワンジャルスカルボナイバラゲールは、1983年に、 フェラン・スニエール・イ・バラゲール財団を設立した。この財団は1991年にカタルーニャ研究院に統合された。1993年には数学界に重要な貢献をした数学者に与えられるフェラン・スニエール・イ・バラゲール賞が設立され、第1回受賞式ではイスラエル人数学者のアレクサンダー・ルボツキーが受賞した。ありがとうございます。